君じゃない。
マイクのね、機材トラブルがあったんですけど、はい、ここまで2曲続けてきました。ありがとうございます。めっちゃ盛り上がってくださったね。そう、でも、ここかじる横側といえばね、そう、後ろの階段があるということで、いつもね、私たち恒例の翼で登場させていただきました。イエーイ。ここからさ、曲が流れてさ、登場するっていう演出が私すごく好きで、じゃらららんがらみたいな、じゃじゃん、合わせるのが大変なんだよね。そうね、ちょっと早くもなみたいな、急いだね。そこも見どころに、これからもね、カジルに呼んでいただけたらいいなと思います。今日も一日楽しんでいってください。楽しんでいってね。もうね、ハロウィンナイトということでね、みんなそれぞれ仮装したんですけど、お気づきの皆さん、お気づきの皆さんって、もうみんなわかるよね。これ私服だったらやばいよね。じゃあ一人ずつね、衣装をちょっとね、紹介してもらおうかなと思うので、はい、マイクちゃん、にゃん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 、つゆ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 、よろしくお願いします。今日は、猫神じゃらしの巫女さんになりました。おー、分かるよー。つゆつゆつゆ、すごい天才。にゃん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 、そう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 、ありがとうありがとうみたいな。そんなゆうなは何になったのかな。今日はバニーガールじゃろ。分かった。じゃ分かるじゃろ。正直寒いの。寒いよね。寒いよね。寒いよね。若いわ。そんな私はね、はい、魔女の宅急便のお聞きになりました。って言って、これなんか見覚えある、見覚えある。これね、新しいのを買うっていう意思がなかったっていう。ほうきもない、ほうきもない、ほうきはちょっと置いてきちゃった。いやー、あららない。じゃあ、カノンちゃんは見て見て、わかる、わかる人いないな。今日はカマキリ付属のユニコーンでーす。どこの星取ってたんですか。ニョン星。おーおーおーおおお。セクシーマッチじゃろ。背が強いね。じゃろ。じゃあ君は、みんなのこと逮捕しちゃうぞ。盛り上がったところで行きましょうか。はい、次はハロウィンといえばのこのハロウィンメドレーを聴いていただきたいと思います。聴いてください、どうぞ。
ターズスクール広島の代表ユニット、そしてサッカー J1 リーグサンフレッチェ広島の公式応援団サンフレッチェレディースとしても活動しています。ただいまサンフレッチェ広島は第4位、そう、勝ち点差はね、首位と6点差なので、はい、残り5試合、そしてホームゲームは残り3試合なので、はい、皆さんよかったらエディオンスタジアム広島で一緒に応援しましょう。試合前にはね、私たちのステージもあるので、皆さんよかったら一緒に楽しんで熱いサンフレッチェ広島の応援を頑張りましょう。よろしくお願いします。はい、それではそんなサンフレッチェ広島の公式応援ソング、ときめいてハートトリックを披露したいと思います。はい、このステージの最後の曲になりますので、皆さんもう精一杯盛り上がってください。ちょっと言うのもミスっとるよね、喋りながら。って言われたら、ありがとうございます。タオル持ってるとかいますか？さすが、持ってない方はね、手を一緒に遊びのところで回してくれたら嬉しいです。はい、よろしくお願いします。それでは聴いてください。ときめいてハートトリック。
後ろの方で、はい、お願いします。後ろの方でめっちゃ下さんになってる。かわいい、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 あれさっきめっちゃカラフルなんだけど、かわいい。ここで少し説明するんですけど、ね、今からサタデーナイトという曲の替え歌をした、あの広島ナイトという曲を皆さんと一緒に歌いたいと思うんですが、この曲はサンフレッチェ、サンフレッチェ広島の、ちゃんと、そうあのサッカーの試合の時のちゃんととして歌う曲なので、皆さんと一緒にここで覚えて帰れたなと思っています。サンフレッチェも一緒に歌ってくれますので、皆さん一緒に歌ってください。はい、わからない方のために最初の出だしの言葉を言っておきたいと思います。はい、はい、最初はさあ行こうぜどこまでもからです。はい、チーが先に歌ってくれるので、そこからみんなで一緒に歌ってくれたらなと思います。ちょっと不安だけど頑張ります。頑張れ。それでは行きます。いっせーので、さあ行こうぜどこまでも、走り出せ1個ってことですよね。あ、そういうことか。だから
ちゃんこっちで、自分たちメンバーがこの4つあ、5個すいません、5つで一緒にみんなで押しましょう。押すってことか。ゆうちゃん、あ、これさんち、さちくん、これペンライト、ありがとう。優しい、優しい。一番外に行ってもらって、そこからサンデレスでいいよ。メンバーが外に、あ、内側の方に行きますか。優しい、今ね、ちょっと位置の調整をしておりますので、待ってくださいね。じゃあ、まいちゃん、押していいよ、これ。じゃあ、一緒に行きましょうか。はい、はい、皆さん位置につきましたかね。はい、つきました。はい、はい、では、よーい、皆さんで5秒カウントしたいと思います。はい、いいですか。それでは5、4、3、2、1、スイッチ、よいしょ。メリーゴーラー、まずは先のクリスマスソングですね。クラッシュの皆さんも可愛いし、サンチクのフレッチちゃんも可愛いし、いいですね。本当に素晴らしい気持ちになりました。それではこの綺麗なイルミネーションの前で歌っていただきたいと思います。クラッシュの皆さん、改めてよろしくお願いいたします。はい、はい、それでは一緒にサンチ君とフレッチちゃんとクリスマスメドレーいきたいと思います。イエーイ、皆さんついてきてくださいね。それではミュージックスタート。横川商店街で打ち上げを
皆様お気をつけてお帰りください。本当にありがとうございました。ありがとうございました。さあありがとうございます。右側左側ありがとうございました。そして正面にありがとうございました。はい、素敵なありがとうございました。待ちしちゃった方たちからも見ることができましたね。写真撮っても記念写真をさせてください。いい、あ、ありがとう。じゃあここでさ、1、2、3、フレッチェっていく。いいよ。みんなで景気づけというか頑張ろうっていう意味が込めていきますよ。せーの、1、2、3、フレッチェ。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。商店街で打ち上げもいいかもしれないですね。本当に素敵なステージを作らせてくれてありがとうございました。そして帰られることはお怪我がないようにお願いいたします。本日は誠にありがとうございました。